難しいんですけども一般論的に言って学問が直接社会を変えることはないんですね、まあ、とはいえポピュラーカルチャーにあの別の角度から光を当てる、えー、知ってたと思ったものが実はそうじゃなかったっていうことに気づかされるのがこのポピュラーカルチャー研究ですから学んでいいいるる僕たちの世界の見方が変わることとは間違いないと思いますだから講義の最後にも述べた通りでしてある種の僕らの視野の狭さをこっちが反省することになったり。 他の文化にもまっすぐ向き合うことができるようになったりと、そういう変化はあると思います。これが積み重なっていけば、ひょっとしたら表現全体が豊かになっていったり、ま、世界全体も少しは優しくなったりっていうことも起こるかもしれないなとは僕自身考えています。漫画はどこから来たのか、全近代のギ画と比較してというタイトルで今日の講義を担当します。創価大学の文学部で講師を務めています森下博と申します。よろしくお願いします。 まずは自己紹介なんですけれども、えー、僕は本学でポピュラーカルチャー研究を担当しています。ポピュラーカルチャーっていう言い方初めて聞いたって人もいるかもしれませんけれども、漫画とか映画とかそういうですね、えー、僕らが日々親しんでいる文化のことをですね、そういうふうに言うんですね。まあそういう文化なので、えー、よく知ってるよと思うかもしれませんけれども、案外そうではない。 研究することで思いもかけぬ側面が明らかになったりっていうこともありまして、まあそれが研究の面白さであろうというふうに思います。で、そのポピュラーカルチャーの一つということで、えー、今日は漫画について考えてみようというふうに考えています。漫画がどんな表現なのかというのがまあテーマですね。えー、よく言われる漫画についての意見を手がかりにしまして、漫画を全近代の儀が、えー、デフォルメされた面白い絵のことですけれども、 ギガと比較しながら見ていくというのが今日の講義の内容になります。果たして漫画は日本文化なのかという問いに対する手がかりも講義からは得られるだろうと思います。えじゃあそのよく言われている意見なんですけれども、えー、どういうことが言われているのかっていうと、一つ目としては、えー、現代の日本は非常に漫画が盛んであるということ、よく言われているかと思います。で、さらにですね、二つ目。 じゃあなんで日本でこんな漫画が盛んになったのかっていうと、えー、日本人が伝統的に漫画に親しんできたんだというふうなこともですね、しばしば言われます。12、13世紀に書かれた、えー、長寿人物ギガ。これ、長寿ギガとかも言ったりしますけれども、そういう長寿人物ギガであったり、えー、さらに、江戸時代の浮世絵師、かつし北斎の書きました北斎漫画であったり、まあ、そういう前近代のギガがありまして、えー、これが現代の漫画のルーツなんだ。 こんな風に漫画に写真できたからこそ日本人は漫画大好きで今でも漫画非常に盛んなんだっていうことがですね、えー、しばしば言われるかと思います。ただですね、えー、ちょっと今日考えてみたいのはこの二つが本当にそうなのかっていうことですね。一つ目、今の日本で漫画が盛んであるっていうことに関しては、まあ、これはあの、売り上げとかで実際に検討することができますね。漫画単行本とか雑誌とかの売り上げ。 えちなみにコロナ前の時点で6000億円規模なんですけれども、まあここから考えるにですね、まあ日本で漫画が盛んであるということ自体はとりあえず正しいということはできるかと思います。えじゃあ果たして二つ目、えー、長寿人物ギガであったり、北斎漫画であったりが漫画のルーツであるということはどうなのかということですね。ちなみにこれはですね、えー、最近言われているわけではなくって、えー、結構昔から主張されていることです。 例えば、以来い漫画家さんもそう言うてはるわけですね。えー、石森翔太郎さんっていうですね、サイボーグ009であったり、あるいは仮面ライダーの原作であったりで有名な漫画家さんがいらっしゃいますけれども、えー、その漫画家さんが1965年に関わった本がですね、少年のための漫画家入門という、そういう本がありまして、えー、こちらは、あの、かなりの人気を誇った漫画家入門本です。で、ここではですね、漫画の歴史を紹介するパートもありまして、 えー、こんな文章があります。日本の漫画の歴史は平安時代の鳥羽僧侶の長寿戯画に始まると言われるが、えー。あとは略しますけれども、まあ、こんな風に石森先生も言っているわけですね。ただこれ、言われるがと一般論的に触れられているだけではあります。で、また、鳥羽僧侶という風にですね、石森先生書いてるんですけれども、これは伝承でして、まあ、実際そうであるという証拠はありません。えー、このことからもわかるように、 まあ、あの、しっかり検討されているわけではありません。始まると言われてるんだけどって言ってるだけのことでね、これが正しいっていうのをちゃんと検討してるわけではありません。ということでですね、この超常人物ギガであったり、北斎漫画であったりっていうのは、果たして漫画なのかっていうことをですね、今から真面目に考えてみたいというふうに思います。そのことを通じて漫画表現っていうのはどういうものなのかという、その特徴も検討してみたいというふうに思います。 まず、超獣人物ギガですけれども、えー、あまり知らない人もいるかもしれませんが、えー、こういうものです、えー。これは雑誌でですね、特集が組まれたその号の表紙なんですけれども、まあ、こんな風にですね、えー、デフォルメされた。まあ、今風に言うなら擬人化ですかね。擬人化された動物たちが登場する部分がある絵巻物です。えー、見ともらっている場面では、ウサギやカエルが弓矢を構えたりしてますね。えー、こんな風に動物たちが人間のような 車いをするいいいすす場面がいっぱい含ままれていますでこれはですね、今の日本でも親しまれています。実はこれにインスパイアされたベクターデータをフリー素材として配布するようなダ・鳥獣ギガというんですが、そんなサイトもあったりするぐらい人気なんですね。これもまあ見てもらったらわかると思うんですが、そのホームページウェブサイトから取ってきた画面なんですけれども、うさぎとかカエルとかですね、 鳥獣ギガに登場するようなキャラクターたちに、鳥獣ギガにはなかったような振る舞いをさせているという、そういうイラストが並んでいることがわかるかと思います。こういうサイトを見ますと、あ、なるほど超重人物ギガというのは今のキャラクター文化につながってんねんなっていうふうに皆さんも思うかもしれません。えー、そう言いたくなる気持ちはすごくよくわかるんですが、ただちょっと待ってください。えー、よく見るとですね、 実は、このダチョウ獣ギガのウサギとかカエルとか、かなりアレンジされているっていうことに気づく人いるんじゃないかなと思います。並べてみましたけれども、一ちゃん左にいるのがですね、元の鳥獣人物ギガの図像です。その隣にあるのが、ョウ獣ギガからの引用です。で、えっと、この真ん中の図像なんですけれども、 上から鉄骨のようなものが降ってきて、で、うさぎがちょっと慌ててるっていう、そういうふうな絵ですけれども、えー、降ってくる鉄骨を示すためにですね、降ってくることを示すために、細かい線がいっぱい書いてありますよね。えー、動きを示す動線ですね。また、さらに、この慌てているうさぎなんですけど、慌ててるっていうことを示すために、えー、顔の一部であったり、体であったりとかに、汗っぽい記号が書いてますよね。 これも非常に焦ってるっていうことを示すための汗なんですけれども、まあ皆さん確かに焦るとですね、人間汗をかきます。まあ動物もそうです。ただだからといってこんな風に、あの、誰の目にもわかるほど浮き出るっていうことはないので、まあこれは言ってみれば漫画的な記号表現であると、そういうことができるかと思います。で、この動線とか汗とかいう漫画的な記号っていうものをですね、真ん中のイラストは非常にうまく使ってます。 ただ、そこで左に目を向け直してほしいんですけども、元の長寿人物ギガバというと、まあ、そういったものは全然ないんですね、えー。勢いよく弓矢を引いてるよっていう線があったりとかしてもいいでしょうし、えー、なんかウサギの顔とかにね、もっと漫画的な記号表現あってもいいかもしれへんねんけど、まあ、そういうものは全然ないわけですね。長寿人物ギガには、えー、今の僕たちが親しんでるような漫画的な記号っていうものは基本的に存在しません。 でまたですね、えー、顔と目のバランスをはじめ、キャラクター造形もですね、微妙に異なっています。えっ、ー、と、さっき見たこの鉄骨が振ってくる絵は、比較的元のギに忠実なんですけれども、えー、この打鳥獣ギガのイラストを描いている人ですね、まあ、どんどん慣れてきたのか、あの、ちょっとずつちょっとずつ自分の画風にアレンジしていって貼るんですね。えー、一番右側のギのイラストは比較的最近のものです。 で、ここでウサギは何か手紙のようなものを見て、ちょっと驚いてる、まあそういう絵になっていますけれども、えー、これはですね、あの、かなりバランスがもう変わってることがわかるかと思います。えー、っと、首ほとんどないですよね。もう顔と体が一体化しちゃってるような感じになってる。で、全体的に柔らかい、丸っこいキャラクターデザインになってて、え、ちょっとまあ目も大きめというのかな。 そういう今の僕らが見て直感的に、ああ、可愛いなと思えるデザインになっていると言っていいと思います。で、これに慣れた目で、えー、左側の元のギを見てみると、まあ案外可愛くはないんですね。結構兎のその毛っぽい感じとかも細かく描かれていたりとかして、まあ僕らの親しんでる、それこそミッキーとかハローキティとかみたいな可愛いイラストとはちょっと違うっていう造形になってます。えー、逆に言うとですね、 僕らが親しんでいる漫画っていうものは、記号的な表現が非常に豊かで、かつ、リアルさを相対的に感じさせないキャラクター造形がなされているということが言えるでしょう。で、この点で、超重人物ギガは、まあ、あんまり漫画っぽくないとも言えるわけですね。さらに、漫画を成り立たせていると言っても過言ではないあるものが、超重人物ギガにはありません。えー、それを考えるために、 現代の漫画作品を持ってきました。まあこれ実はうちのゼミ生の方同人活動している人がいらっしゃいまして、その方の漫画から持ってきたんですけれども、まあこれ日本に住んでて漫画を読んだことがある方なら、だいたい間違えずにですね、順番読めると思います。右側の大きいやつで言いますと、いっちゃん右上にですね、女の子をちょっと横から見たようなちっちゃいコマがありまして、で、その次に女の子が大きく出てきますね。 で、その彼女と会話しているであろう少年のですね、顔が次に出てくると。で、ここまで横に読んでいくと次は右下に移って、で、まあ、女の子が去っていく場面があって、で、最後にあの男の子のバストアップが出てきて、という形になるかと思います。で、こんな風にですね、まあ僕らは苦労せずにこれ順番に読めると思うんですけれども、え、この順番に読むっていうことを成立させるためにあるのがコマですね。 えー、枠線で区切られたスペース。これを僕らはコマと呼ぶわけですけれども、このコマを順番に読んでいくということをですね、漫画を読むときにはやります。えー、難しく言うならば、現代の漫画では物語を進行させるにあたって、コマを順番に読んでいくと、そういうスタイルを取っているということができそうです。そして、こういうスタイルはですね、実は長寿人物ギガでは取られていません。 え、先ほど見せたその雑誌の表紙を思い返してほしいんですが、コマとかはもう全然ないわけですね。というわけで、どんな風に読み進めていくのかっていう暗黙のルールもですね、現代の漫画と超常人物ギガでは、実は全然違うということもできるわけですね。ただこのコマというものに関しては、えー、江戸期の北斎漫画やったらコマがあるじゃないかっていう主張、反論はあり得るかもしれません。 えー、ここで今持ってきましたけれども、えー、おっちゃんがですね、えー、こういう変顔をして、その次にこういう変顔をしてるというふうに、上から下順番に読むということができるように見えるページもあるわけですね、北斎漫画にはね。ただこれも、でも本当にこれ順番に読むのかっていうふうな疑問をですね、突きつけることもできると思います。よく見るとこれ、顔の周りの描写、えつまり障子のあたりとか、で壁の雰囲気とか、 上と下でちょっとちごてたりもするわけですね。えそやからこれ、別のシチュエーションを並列してるだけであって、この動作が順番してるわけではないんじゃないか、と考えることもできそうです。えー、そういう推測をですね、裏付けるものとして、別にこういうイラストも北斎漫画から見つけることができます。違う感なんですけど、とあるおっちゃんというかお兄さんというかがですね、まあいろんな芸をすると、それが6つぐらい書かれているわけなんですが、 え、それが、コマで並べられてるんですけど、まあ、これはさすがにね、順番に次々こんなことをしていったっていう絵では絶対ないわけです。こういうものがあるよっていうのを並列してるだけなわけですよね。そうなると、先ほどから見せているですね、この特等のおっちゃんの方も、これは順番で読むのではなくって、もう全く別々のものを並べてるだけと解釈する方が自然じゃないかっていう気もします。まあ、ですから、順番に読み進めると、 物語が進むっていう、今の僕らが親しんでる漫画のコマのようなものとはどうもちょっと違うぞと考えるべきなんじゃないかなという気がします。これはもう間違いなくあると言っていいと思いますね。分かっているつもりだったことに違う側面から光が当たったりするわけですね。そうすることで僕らの認識が問い直される。これはもう非常にワクワクする経験であると言っていいと思います。 またですねそうやって身につけた新しい知識を前提にしたら作品の見え方も変わってくるんですね、えー、僕らついついストーリーとかテーマとかに目を向けると思うんですけれどもそれ以外にも表現それ自体にも目を向ける論じるに足る部分があるんですねどういう表現が物語を支えていたのかとかそういうことに目を向ければ改めて作品に感動できたりもしますその意味では非常にですね日常を豊かにしてくれる学問であると言っていいかなというふうに思います そして、今問題にしています、この順番に読んでいくものとしてのコマっていうのは、おそらくは西洋発なんですね。漫画研究においては、スイスの文筆家、風刺画家であります、ロドルフ・テブフェールさんっていう、まあ18世紀前半の人ですね、1799年に生まれて、1846年に亡くなっている、まあそういう文筆家、風刺画家さんの実作がセン・クレイであろうというふうに言われています。 このテプフェールさんのジャボシの物語っていう作品から一部を持ってきました。えー、同じ男性と女性がですね、書かれていることがわかると思います、えー。その二人が踊っている様子っていうのが、えー、コマをですね、順番に進めていくと分かってくるわけですね。で、まあ、イラストだけではなくって、下にはあの文章も書かれていまして、これを両方照らし合わせながら読んでいくと、えー、このジャボシ、えー、この男性がジャボシなんですが、 じゃ母子のお話が展開されるというふうになっています。まあ、というわけで、えー、先ほどの北斎漫画の例とは違いまして、まあ、これはもう間違いなく、コマを読むと物語が流れる、えー、コマが流れると時間が流れるっていうものであることは明白です。えー、ただまあですね、このテプフェールの作品がどれだけ営業力があったのかっていうと、そう大したことはないとも考えられています。 というわけで、これが直接の今の漫画のコマの祖先かっていうと、ちょっと違うんじゃないかなっていう意見もありはします。まあ、とはいえですね、19世紀末以降、西洋では特に新聞とかでコマ漫画が発展したことは間違いありません。そして、そういう作品群が近代化して以降の日本にも入ってきたっていうことも間違いないんですね。というわけで、日本のコマ漫画の起源が西洋にあるということは、 これはほぼ確実と言っていいであろうというふうに考えられています。だってその、超重人物ギガもそうですが、日本の絵巻物には駒は基本的にないわけですからね。伝統的な日本の文芸には駒はない。まあ、したがって、日本の駒漫画の駒の祖はおそらくは西洋であろうと言っていいと思います。こんなふうに言っていきますとえ、じゃあ漫画っていうのは全て西洋のもので、日本のオリジナリティは何もないのかっていう気が逆にしてきてしまうかもしれませんね。 でもこれはまあ当然そんなこともないわけで、日本の漫画に見られる表現の全てが西洋危険なわけはありません。日本語はですね、非常にオノマトペが豊富な言語です。擬音語とか擬態語とかですね。そのオノマトペの豊富さを活かして、漫画でもですね、背景とかに書き文字として様々なオノマトペを 書くということがですね、行われているということ、えー。僕らもちょっと漫画のページとかを開いたらすぐ見つけられると思います、えー。今の日本ではですね、やっぱりバトル漫画って非常に盛んで人気がありますけれども、まあ、ちょっと手元にありましたそのバトル漫画のとある缶を開いてみましたら、えー、動きをね登場人物が止めると、ピタッって後ろに書いてあります。で彼が技を放つと、ドンって書いてあって、いろいろあって血が滴るとね、ボタタって書いてあってね。 で、息ができる触れると、ガクガクガク。で、さらに攻撃が放って、ズンビシーとかね。えー、全部印刷度は違う、絵としての文字で書いてあります。まあ、あの、今のだけで何の漫画のどの感か分かったら偉いと思うんですけど、まあ、それは置いておきまして、まあ、そんな風にですね、いろいろ発見できると思います。で、今の例からも分かる通り、多くは実際になっている音ではあるんですが、えー、そうじゃないオノマトペもあります。えー、日本にはですね、音がしないとき、 無音の時には、シーンって書くっていう、そういうオノマトペもありますよねで。これはですね、日本を代表する漫画家さんに手塚治という漫画の神様とも呼ばれる人がいるのは皆さんもご存知かと思うんですけれども、手塚先生はですね、このシーンっていうオノマトペの書き文字を発明したのは自分だっていうふうに本の中でおっしゃってます。手塚先生の書かれた漫画の書き方本ですね、そこにこんな記述があるんですね。読み上げますと、 音でない音を書くこともある。音一つしない場面にシーンと書くのは、実は何を書くそう僕が始めたものだ。まあ、というふうにですね、手塚先生は言っています。まあ、もちろんこれ古いものが見つかる可能性もありますし、ちょっと手塚先生時々ね、話を面白くするために、あの、あえて本当じゃないことを言ったりすることもあるので、注意は必要なんですけれども、 ま、したがってほんまに手塚先生が初めて用いたのかはどうしてもわからんところはあるんですけれども、ただ、初期の手塚漫画にえ今見せました場面があることは確かです。太平洋 X ポイントという1953年の漫画がありましてですね、そこにはこんなコマがあるんですね。見てもらったらわかるかと思いますが、二人の人物がいます。一人が少年で、もう一人がまあおじさんですね。 で、二人が、えー、密林のような場面をさまよっていると。で、少年がですね、えー、シーンって書かれている書き文字を指さして、あの音って言うんですね。で、それにおじさんが、あれは音じゃない。音がしないという書き表し方だ。っていうふうに答えるという、そういう場面があります。まあ、ちょっと著作権の問題があるので、皆さんにはあの、僕の模写で見てもらいましたけれども、まあ、とりあえずそういう場面があります。で、これはひょっとしたら、シーンっていう書き文字が、 まだそんなに当たり前ではなかったから説明を入れているっていう側面もあるのかもしれません。シーンっていうオノマトペがまだそこまで普及しきっていなかったからこそ書かれなければならなかったギャグであるというふうに解釈できるわけなんですね。まあなので手塚先生がほんまに始めたかどうかはちょっとわからんところはあるんですが、まあでも50年代前半のこの時点で これがそこまでめちゃくちゃメジャーなわけではなかったっていうことは間違いないのかなとは言えそうですね。さて、いろいろ話してきましたが、えー、そろそろまとめに入りましょうか。えー、日本にですね、長寿人物ギガとか、国際漫画とか、ギガ、まあ、つまり面白い絵ですね。ギガの伝統があること自体は間違いありません。非常にそういうギガが豊かな国ではあります。とはいえ、それらが、 現代の漫画に直接繋がっているのかっていうと、ちょっとこれは言い切ることはできません。理由は3つあって、これらのギガには、まず1点目、銅線とか汗とか、漫画にはよくある記号的な表現が顕著ではないっていう特徴がありますね。また2点目として、キャラクターの造形方法もリアル寄りで、ちょっと漫画の絵とはやっぱり違うよってことも言えると思います。そして最後に3点目として、今の漫画ではコマを順番に読んでいくことで、 物語が進むっていう形式をとっていますけれども、これらのギガはそうではないっていう、そういう特徴もありますね。この点で現代の漫画とは明確に異なるということができると思います。そしてこれらの1と2もですね、日本だけでの独自発展ではなくって、他の国との交流とかもあるんですが、特に3に関しては、今回の講義でも触れた通りで、意外かもしれませんが、西洋からの影響を想定した方が理にかなっていると言えます。 だからって、えー、全部パクリかってそんなこともなくって、日本で発明された表現があることも確かです。確定はできませんが、えー、シーンというオノマトペの書き文字は、手塚治虫が始めた可能性があります。ここからはですね、私たちが知っている漫画っていう表現が、昔からずっと同じ形であったわけではないんだっていうことがわかるかと思います。漫画が今の形になる過程では、西洋からの影響すらあったわけですね。 一方で、オノマトペの多様性など、日本語の特徴に影響されている部分もあります。えー、つまり漫画というのは、極めてハイブリッドな文化形式としてあるわけですね。えー、さらに言うならば、一般的に言うと、まあ文化というのはそもそもそういうものなんですね。我々が当たり前と受け取っているものを当たり前やと思わずに、それがどんな風にしてそうなったのかっていうことを想像する。まあこれは非常に大事なことになってきます。 多くの日本人はですね、漫画は日本のものなんやっていう前提のもとで、それが世界中に広がることをなんとなくいいことやって思ってると思います。えー、まあ僕も良くないっていう気はもう全然なくって、これは確かに誇らしいことではあるんですけれども、ただこの感覚には落とし穴もあります。どういうことかっていうと、こうした態度はしばしば日本の文化はすごいんだ、日本はすごいんだ、みたいなね、えー、自慢に陥っちゃうことがあるんですね。ただそれはやっぱり他の文化に対する、 無理解とか別詞とかと裏表表裏一体やと思うんですね、えー。漫画の例で見た通り、他の文化があったからこそ、この文化が成立したっていう側面もあり得るわけなんですね。つまり、文化のハイブリッド性に目を向けるっていうことは、えー、独善性に陥らないというか、他者理解にもつながる重要な視点を提供してくれると言えるはずです。皆さんもですね、何らかの自分の好きな文化現象とか、ジャンルとか、 まあそういうものがあると思います。それについてですね、じゃあそれが果たしてどんな風に形成されてきたのかっていうことをですね、まあ、時間がある時にはたまに思いを馳せてみてくれるといいのかなと僕なんかは思います。そこからひょっとしたら学問にもつながる何かが浮かび上がってくるかもしれません。えー、何か気づくことがあったら僕にも教えてくれたら一緒に考えたいなと思います。えー、ということで今日の講義を終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。 これはですね、まあはっきり一言で言うと、好きなものをやろうとまあ腹をくくれる人ですね。あのどうしても周りは学問にすぐ成果が出ることを求めちゃうと思うんですよ。実学を求めるわけですね。えー、なのでポピュラーカルチャーをやるって言ったら、趣味的な印象がどうしてもあるので、まあ理解はしてもらえへんというふうに思ってください。それに耐えれるだけの単力が必要になってくるんですね。でもちろんその単力の根底にあるのは、 もうこれはとても大事なんだ自分がそれを何とかしてみんなに分かってもらいたいっていうある種の「好き」の気持ちだと思いますえ。というわけでいい意味で自分の「好き」に開き直れるそういう力がある人が一番向いてるかなと思いますね。